エデンプロジェクトは2000年にイングランドのコーンウォールに設立された持続可能性をテーマにした現代的な植物園。ドーム型都市は都市全体が半球状の物体で覆われた仮想状の建造物。ドーム型都市は20世紀初めから SF や未来学で品質する建造物であり、この都市は地球や月もしくは他の惑星上に描かれることがある。 ドーム型都市の構造がいつできたのかはあまりよくわかっていない。ドーム型都市という語句は19世紀には別の意味で使われるようになり、それはドーム型の建造物の輪郭線を意味した。ある初期の SF カタログには1881年にウィリアム・デリーズル兵により書かれたファンタジー300 years f e n ンスが取り上げられている。兵の小説における未来の人類はほとんどが 海面下にあるガラスで覆われたドーム型都市に暮らし、地球表面の陸地は主に農業に使用されている。作家たちは、自らが描く多くの問題に対応するために、ドーム型都市を使用した。これは、ドームの中に住む、人々の利益になる場合もあれば、そうでない場合もあった。例えば、ジュリアナ・バゴットの小説、ピュア三部作のように、大気汚染などの環境破壊の問題は、 特に20世紀半ばから後半の創作物において共通の動機となった。一部の作品におけるドーム型都市は人類の最後の生存権であり、それはすでに死んでいるか死にかけている。1976年の SF 映画2300年未来への旅はこれら両方のテーマを扱っている。映画の主人公たちはドーム型都市内で快適な生活を送っているが、 都市は大衆を制御し、人類が二度と破滅ラインを超えないようにする役割も持っている。フィクション上のドーム型都市は人類を保護し、養う象徴的な地球であると解釈されている。他の SF が宇宙の広大な広がりを強調しているのに対して、ドーム型都市は居住者に制限を課し、彼らが外の世界と相互作用すると混沌が続くのだ。 という限界の意味を示している。いくつかの作品においては、居住者を隔離するため、都市はあえてドーム型にデザインされている。1960年代から1970年代の間にドーム型都市の構想は広く議論され、それによりドーム型の都市という考えは SF の世界を飛び出した。1960年。 先見的なエンジニアであるバックミンスターフラーは 3km のジオデシックドームをミッドタウンにかければ天候の操作と大気汚染の減少が可能であると述べた。ドーム型都市の提案は1979年にウィヌースキーで2010年にはヒューストンで行われている。1980年代後半人工的な閉鎖生態系が実現可能かどうかテストするために バイオスフィア2が建設された。元々の実験では8人を収容したが、これは現在でも同種の研究の中で最も大きいものである。2010年シュベリアのミール鉱山に10万人が居住可能なドーム型都市エコシティ2020の提案がなされた。2014年ドバンの支配者は480万平方フィートのエリアを覆う機構が制御されたドーム型都市の計画を発表した。 しかし2016年現在プロジェクトはドームを取り払った形で再計画されている。ありがとうございます。